はい、おはようございます。チャングブルーのチャングです。はい、またまたこっちじゃないわ、こっちでした。このトレーラーですね。はい、こっちです。この5821ってやつね。これトレーラー、フソのね、ヘッドと、見てください、これはチップ車って言ってね、まあこれ米子支店にね持っていくトレーラーとシャーシーなんですけど、これをね今日は運ぶわけです。はい、今ちょっとこれ切り離してますね。これ立てて、ここ切り離して、とりあえずね、あっちね、燃料だけ、ヘッドだけね、燃料だけ入れて、また繋ぎ直すってことで、とりあえず外してるんですけど、これ、チップ車。いいっすね。この中さん。中さんと荷台口です。中さんと一緒にとりあえず燃料入れます。行きましょうか。はい、お願いします。ここで、はい、はい、カード、はい、ここでいいですか。はい、タンクもベンツなんかな、どうなんすかね。ねえ、なんかこれ見て、バンドがちゃうねん。え、ちょっとバンドが国産のバンドとちゃう。あー、海外なんすかね。かっこいいです。いやちょっとね、ここもね、前回トレーラー運転した時にトレーラージャパンのね、宮田に教えてもらって、ここギリギリ行って、よいしょ、結構ね、ここの前ね、ここもギリギリ行かんかったら、これ右折します。よし、はい、西名阪郡山インターチェンジ。もう雨雲はこの関西から去ったみたいですね。この辺だって降ってないもん。道が濡れてない、この辺。はい、こっからね、吹田本線で中国道入ります。ピリッと軽くねんてこ
はい、こっから中国道。今中国道の葛西サービスエリア到着しました。僕乗ってきました。はい、これ中さんでね、僕、はい、これアイラインついてね、これグリルもかっこいいで、このあれかっこいいですよね。このウインカーじゃないけどオレンジのマーカーがついてます。これチップ車って言って、これはあれなんですよね、中さん、はい、木のクズ、木のクズって言うんですかね、木の粉々にした木を運ぶんですよ、ね、僕これ以前動画でちょっと作ったんですけど、はい、この箱自体がなんか台に乗って上にガーッて上がると思ってたんですよ、はい、でも実はこれ後ろこの箱なんかちょっとちらっと見てもらったらあれなんですけど、床がこんなになってるんですよ、はい、この床が動いて、あ、グリングにグリングにグリングに、ほんで後ろに荷物が出てくるらしいです。なんか片つぶりみたいにグリングに動くんですね、下がそれをコメントで教えていただきました。はあ、見てみたいんですけど、そうですね、その機会はちょっと今日はなさそうなんで、はい、無料なんで、無料大好き。はい、今ね、山陰道で無料区間ですね。山陰道無料区間東インターでおります。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月のまた出会えるの信じて、最高の思い出を。
お、お城がある、右手、お城。お疲れ様です。これどこ、もう来ます。いや、もうここでぐるっと回った方がいいかもしれないですね。ぐるっと回って、ケツあっち、ちゃんとね、ケツ向けて止まってください。あ、あっち側に乗車ですね、了解です。ここギリギリ、ギリギリまで。はい、ということで無事ちょっと無事故で来れましたね。いや、怖かったですね、はい、ここね。あ、ほんまですね。はい、ちょっとね、登ってます。下か、ここからでいいですか、撮影。はい、そこは後ろの荷台を覗き込むための、あ、はしごですね。はい、どうなんやってんの。下に運ぶとき何人ぐらい運ばれるんですか。これ使うの。でもすごいですよ、このトラック30トンぐらい積めるんですよ。大型ダンプ、トレーラーダンプみたいな感じの。その時はもう上から積んで、上からもう重機でバカバカ積むんですよ。はは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 。で、下ろす時はさっきみたいに2種類あります。へぇ、あの機械使ってガタガタ積
まあ、基本的にはこんな感じの卸しと積みってことで。あの俺途中参加、俺途中参加ですよね。あ、そうなんですか。はい、もともとトレーラー乗ってたんですか。ちょっとだけですけどね。トレーラーのチップ車の運転手ってことで、はい、距離的にはどこどこ行かれるんですか。距離は栄港から、まあ、比叡津村というか、まあ、米子市なんですけど、はい、だけ時間で言えばそうですね、往復で1時間40分ぐらいですかね、大体。もうトレーラーのチップ車の運転手は、まあ、トレーラーだけなんですか。いや、そんなこともなく、単車乗って長距離出たりもするんですけど、トレーラーの仕事とは別に、他の仕事が忙しくなった時に、そっちのお手伝いみたいな感じで、まあ、関東とかも行ったりします。トレーラー、セミトレーラーの経験も終わりだったんですか。まあ、本当多少ですけどね、はい。でもまあ本格的に乗ったのはまあ富士でですね、はい。今日は横乗りで先生をされてたんですか。そうです、はい。チップ車のトレーラー運転手だけで何人ぐらいおられるんですか。今そうですね、今多分新しい人入れて8人になると思います。ああ、そうですか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。スーサーソン